はい、どうもことです。今日はね、SIM のキリングミーの解説をしていきます。チューニングがドロップ C です。6弦が2音下げの、あとの弦が全部1音下げです。で、BPM が210ぐらいですね。あの途中ブレイクダウンとかでちょっとクリックと合わなくなってくるんで、多分フリーです。でね、今回初お披露目なんですけど、僕のメインギターです。僕のバンドがドロップ C なんで、でもフロイドローズで C に固定してあるんで、なかなかそのチューニングするのがめんどくさいんで、あんまりね登場する機会がなかったんですけど、ね、なかなかその解説動画で2音下げの楽曲やることってなかなか今までなかったんで、はい。でね、今回このシムがちょうど2音下げの曲なんで、ちょっとこいつ使ってみようかなと思います。はい、じゃあ早速曲の方行ってみたいと思います。はい、じゃあ早速ね、イントロからやっていきたいんですけど、結構僕の動画ってそのギター始めたての人に向けて作ってるんで、始めたての方にしては結構難しいかもしれないです。まあでもね、頑張って練習すれば絶対できるんで、でしかもね、この曲かっこいいんで、多分弾きたいっていう人多いと思うんでね、ぜひマスターしてみてください。じゃあ早速イントロからやっていきます。はい、ね、この曲はこのフレーズができればもうほぼほぼいけると思います。はい、じゃあゆっくりやっていくんで、解説しながら。はい、この部分なんですけど、最初が6弦5弦の開放です。でその次が裏拍なんですけど、頭の音は鳴らさずに全部裏で、わかりますかね、6弦の開放なんですけど、こんな感じです。でその次に6弦の321です。でその次が6弦の10フレットと12フレット使ってます。はい、で最後なんですけど、ここはね、ピッキングハーモニクスって言って、この弾いた瞬間にこの親指の側面を弦に軽く触れる感じなんですけど、これ結構慣れるまで難しいと思うんで、何回かこの部分だけ繰り返し練習してみてください。これね、倍音なんで、その鳴るポイントっていうのがあるんですよ。この右手前すぎても出ないんで、ちょっとその出るポイントを探すというか、ここやなみたいな。はい、じゃあ続きやっていきます。はい、まあ基本的に一緒なんですけど、その細かいポイントが違います。ここもゆっくりやります。6弦開放から7フレットと1フレット使ってます。
ここは6・5・4弦開放ので、その次の部分は3弦2フレットと2弦の3フレットを足してます。はい、そんな感じです。じゃあ続きいきます。 A メロ全く一緒なんでちょっと端折ります。で、サビ前のブレイクダウンですね、ちょっと重たくなる部分です。はい、ここがちょっと難しいかもしれないですけど、全部ブリッジミュートです。で、音は全部6弦の6弦5弦開放の音です。まあ、右手のリズムと左手のミュートするタイミングですかね、コツとしては。6弦5弦同時に弾くのが難しかったら6弦だけでも大丈夫です、刻みね。意外とね、こっちの方が音の輪郭くっきりするんでかっこいいかもしれないですね。はい、じゃあサビいきます。ここの部分は基本的にオクターブ奏法です。じゃあちょっとゆっくり弾きます。後半は普通にパワーコードです。はい、じゃあ今回はこんな感じです。でちょっと難しいんですけど、弾ければめちゃくちゃかっこいいと思うんで、ぜひ頑張ってください。はい、よかったらチャンネル登録と下の概要欄に、僕のバンドのホームページと、あと各種 SNS の URL 載っけてるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。